心ノートは日本の女性歌手、アリアス教科による1枚目のアルバムである。本作は2017年10月11日にエビルラインレコーズから発売された。本校ではアルバム発売直後に開催された仙台及び日本武道館でのアリアスによるライブ公演と日本武道館でのライブパフォーマンスを記録した映像作品、心の旋律フィール。 A イハートビー e ボリューム 1. のライブについても、衝述する。アイドルグループ、桃色クローバー Z の一員として、音楽活動を展開していたアリアスが、2016年、中盤から開始した単独ライブ公演で、披露するために制作した楽曲群が、本作に収録されている。音楽誌、セディジャーネルによれば、ポップミュージックで構成された一枚で、収録曲の半数程度を、 アリアス自身が作詞、作曲を行った。そのうち、光の声、色鉛筆、キャッチアップの3作品には、ミュージックビデオも制作された。本アルバムは発売後、日本国内のオリコンやビルボードジャパンによる音楽チャート上で最高4位を記録し、音楽史・ミュージックマガジンが選出した、ベストアルバム2017、J-POP、歌謡曲部門において、第6位を獲得している。 桃色クローバー Z の一員として音楽活動を行っていたアリアス・アリアス教科は幼少の頃から芸能活動を行い2009年からはアイドルグループ桃色クローバーのメンバーとして音楽活動を行っていた同グループのメンバーがおののソロでの活動を展開させていく中でアリアスも単独でのライブイベント心の旋律フィール Aheartbeat Volume 0を皮切りに ソロでの表現活動に挑戦し始めた。アリアスには自身の音楽活動において既存曲に頼るばかりではなく、自らの手で作り上げた音楽を押し出したいという思いがあり、主催したライブイベントのために1年近くかけて書き溜めてきた楽曲が本アルバムに収められた。これについてアリアスは 私がその時々に思ってた心の声や音だったり、いろんな感情が詰まった一つの作品になったと述べている。アリアスにとってソロで歌手活動を行い、CD 作品をリリースすることは幼少期からの夢であった。本作の発売によってアリアスは自身の夢を実現するに至った。本アルバムに収められた楽曲は、 計15曲で曲順はアリアス自身の変化を感じ取ってもらいたいという思いを込めて制作順に収録された。収録曲のうち、心の旋律、フィール、Aheartbeat、ザーストーリー、ドライブドライブ、裸の5曲については2016年7月に開催されたアリアスのソロライブ、心の旋律フィール、Aheartbeat ューム u 0で販売された CD。 心の旋律フィール、a イハートビートに収録されていた。その他楽曲、小さな勇気も同年11月にダウンロード配信によってリリースされており、最終曲、ありがとうのプレゼントはライブ公演での歌唱音源を収録したボーナストラックの扱いとなっている。残りの8曲は本作が初収録となった。収録曲のうち、およそ半分の作品で有安が作詞。 作曲を手掛けた。このうち、楽曲、フィール、Aheartbeat はアリアスが、他歩孝一からの指南を受けながら、ギターでメロディラインを決定し、曲作りが行われた。フィール、Aheartbeat 以外の作品は、主にアリアスが思い浮かんだ旋律を鼻歌で、iPhone に記録し、それを修正するといった手順で作曲が行われた。それぞれの歌詞は作曲作業と、 並行して作ったものや、アリアスが日頃ノートに書き留めていた言葉を採用していくことで形にした。本アルバムのタイトル、心ノートにはその詩を書き連ねたノートの名前、新ノートの意味を含ませているという。アリアスが関わった楽曲のうち、一曲目の、心の旋律はアリアスが、中高生の頃に喉を痛めて声を出せなかった、時期の心情が描写された。続く、キャッチアップはアリアスが、 大学一年の時に知人と作ったものを音楽ユニットオスタープロジェクトの助けを借りてアレンジした作品で恋心をテーマに制作しているという3曲目のハムスターはリアスが初めて一人で作曲に挑戦した作品にあたる4曲目のペダルでは日常のルーティーンを表現した内容となっているアルバム表題曲にあたる 光の声ではソロでのライブを始めたばかりのアリアスがステージに登壇するまでに感じた苦難が歌詞に込められている。一方、作詞、作曲のクレジットにアリアスの名前が入っていない作品群はアリアスが自身のプロデューサーを通してそれぞれの音楽家に制作依頼を出したことで実現した。その大部分の作品は担当する音楽家との打ち合わせを行い、 楽曲のイメージを共有することで制作方針を固めたという。伴奏のレコーディングやミックスダウンにはアリアスが立ち会った作品もあり、楽曲、遠吠えをはじめとしてその場で彼女のディレクションが反映された。楽曲、ハムスター以外の作品では、いわゆる自動演奏ではなく、楽器の生演奏が収録された。また、アリアスによれば10曲目の 遠吠えまでの楽曲はすべて自身の気持ちを曲に落とし込む形で制作されたが、11曲目以降の楽曲には他人への思いも込めるようにして曲作りを行ったという。特に、小さな勇気には、東日本大震災と熊本地震に対するチャリティーソングとして作られた背景がある。アルバム、心ノートの制作発表についての情報は、二千十七年七月二十日に、 実施された、アリアスのライブツアー、心の旋律フィール、A Heartbeat Vol.1 最終公演におけるアンコールで初めて解禁された。その後、同年9月9日に、アリアスが LINE ライブ上で配信した番組の中で、アルバムの収録内容や発売形態に関する情報が発表された。それから10月上旬にかけて、以下のようにアルバムに関連した情報が順々に、 解禁されていった。まず9月中旬にアルバムのジャケット及び購入特典の内容を発表し、ついでアルバム収録曲のミュージックビデオをインターネット上で公開した。その後、アリアスがライブイベントで本作の収録曲を歌った際の様子をまとめたダイジェスト映像を発表している。発売日の前日には収録曲であるフィール、 Aheartbeat アリアスがパフォーマンスした3公演の模様をつなぎ合わせた映像がリリースされた。アルバム、心ノートは2017年10月11日に、レーベルエビルラインで構図から発売され、通常版のほか、楽曲のミュージックビデオなどを収めた、ブルーレイディスク付きの初回限定版 A、ライブ公演、心の旋律フィール、Aheartbeat ューム u 1での音源が収録された。 CD が付属する初回限定版 B の計算形態がリリースされた。タワーレコードやアマゾンなどをはじめとする販売店舗別での購入特典も設けられ、日本国内の CD ショップ13店舗では購入者を対象とした抽選会も催された。その中には期間中ノートを展示し、アリアスに向けての寄せ書きを募る企画を実施した店舗もあった。 アルバムが発売された直後には、限定版 B で音源がリリースされたライブ公演、心の旋律フィール、A ハートビー b ボリューム1の中から、心の旋律のパフォーマンス映像が公開された。後にこの、心の旋律は、制作者である、竹部聡のコンピレーションアルバム、日本の音楽と、竹部聡、ハッピー62も収録されている。本アルバムの限定版 A に付属した、 ブルーレイディスクには、光の声、色鉛筆、キャッチアップの3作のミュージックビデオが収められた。楽曲、光の声のビデオでは、ライブイベント、心の旋律フィール、A Heartbeat Volume 0の模様を収めた、映像作品でディレクションを担当した、バンバ周一を監督と指摘をした。このビデオは、自分が主役にならないように、というアリアスのコンセプトの下で制作され、 街中やトンネルを舞台に鏡を用いて撮影された。このメガボルトについてニュースサイト、音楽、ナタリーのインタビュアー、近藤隼人は頑張っている人の背中を押すような内容と指摘している。残りの2曲は共に映像作家である富山光雄が手掛けたアニメーション映像となっている。このアニメーション映像は本作が発売される前に開催されたライブ公演。 心の旋律フィール、A ハートビー b ボリューム1で映し出されている。アルバム、心の音は発売後、以下のような日本国内音楽チャートにランクインしている。まずオリコンの週刊アルバムランキングでは、同年10月第4週付のチャートで最高となる4位を記録した。オリコンリサーチが提供しているデータベース、有体樹によれば、 初動の売り上げ枚数は2万1798枚と推定されている。その後11月第3週まで5週続けて、ランキング圏内となる上位300位以内を維持したが、翌週には圏外となった。しかし発売から3ヶ月以上経過した2018年1月、第5週には46位に復帰し、その翌週にも160位を記録した。これと、 同時期にあたる2018年1月15日には、レコ直が提供しているデイリーアルバムランキングにおいても、県外からのランクインを果たしている。レコ直上でのチャート変動について、デイリースポーツ氏はリアスが同日に芸能界からの引退を発表したことが影響したものと見ている。最終的に、オリコンランキングでは、計7週にわたり、 チャートインを果たし、27,763枚、売り上げたと推定されている。一方で、ビルボードジャパンの調査によれば、対象店舗でのセールスを計上した、トップアルバムスセールズで同じく10月第4週に4位を、記録し、初動で21,305枚を売り上げたとされている。売り上げ枚数に、ダウンロード販売数などの指標が加味される、ホットアルバムスでも、 同集付けで4位にランクインしている。その他、タワーレコーズが提供するアルバム週間チャートでは2017年10月第2週付けで第7位を獲得している。本アルバムは発売後、肯定的な支持を多く得ている。まず、音楽誌、ミュージックマガジンに掲載されたベストアルバム2017の J-POP、歌謡曲部門では第6位に入選した。そして、 音楽作品を販売するディスクユニオンが刊行した今すぐ聴いてほしい2017年オールジャンル 800J p o p 部門で本作が選出され、アリアスはアイドルらしからぬアーティスト志向を持っていると評された。本アルバムについて音楽出版社が運営する音楽誌セディジャーネルではポップな楽曲で構成され、アリアスの爽やかな歌声との調和が取れていると述べられている。また、 激ロックエンタテイメントによる音楽情報サイトスコーリム上でライターの吉羽沙織はアリアス以外の音楽家が手を加えた作品に着目し、挑戦的にアリアスの新しい一面を引き出していると評した。同メディアはジャズあるいはファンクの要素が含まれるとし、アイドルグループのメンバーとしての一面とは違った大人の表情や一人の歌い手としての 凛とした横顔を見せる内容を本作で示しているとした。他にもニュースサイトオーコンミュージック上で斉藤隆はアルバムについて音楽性の高い内容と言及している。収録曲それぞれについては以下のように言及されている。まず、ライターの斉藤はアリアスの手掛けた歌詞について触れ、特に楽曲ハムスターにはアイドルとしての影の葛藤が 光の声にはアーティストとしての使命感がそれぞれ現れているのではないかと指摘している。音楽などに関連したニュースを取り扱うサイト、シンラネットにおける対談記事ではライターの黒田隆則がアルバムからアリアスの人間性が読み取れると指摘し、作品色鉛筆には後から桃色クローバーに加入したアリアスの心境が反映されているのではと述べた。 2019年に実施されたアリアスのライブ公演に関する音楽、ナタリーのレポート記事では心の音収録曲の音楽性について言及されている。まず、キャッチアップは疾走感あふれるピアノロックと形容され、色鉛筆は同じくピアノによって奏でられるバラードと位置づけられている。そして、遠吠え、愛されたくての2作品については、 バンドアンサンブルによって構成されるジャズライクな作品と表現された。また、光の声はポップな曲調とされている。一方で、作品について否定的な評価を与えた者も,もいた。週刊誌 SPA が運営する情報サイト女子 SPA において音楽批評家を名乗るライターの石黒隆之は女性グループのフィフスハーモニーで、 アリアス同様に途中からソロ活動を始めたカミラ、カベロを引き合いに出し、彼女のアルバム、カミラとアリアスのアルバムを比較して、楽曲の対応年数に著しく差があると述べ、心の音は、昨今の凡庸な J-POP に渦もれてしまうような、内容であると指摘した。特に、光の声について、昭和50年代のニューミュージックに、毛の生えた程度の楽曲構成やサウンド、 若者特有の揺れる心情を歌った歌詞と否定的なコメントを残している。アルバムの発売後にはソロでのライブ公演が2度開催された。まず、アルバム発売日の翌々日である10月13日には、宮城県の仙台サンプラザホールにて、心の旋律フィール、A Heartbeat Volume 1.3と題して、ライブイベントが催された。 仙台が開催場所として選ばれた背景には前述のチャリティーソングである小さな勇気を被災地で披露したいというアリアスの思いがあった。その翌週には東京都の日本武道館でソロ公演心の旋律フィール A Heartbeat Volume 1.5を実施し、アリアスは9426人の観客を集めた。本公演はレコ初ライブという位置づけで、 心の音に収録された楽曲群に加え、浜野健太が手掛けたアリアスのソロ楽曲、教育、そして、ファーストラブ、チューチュートレーンのカバーを含めてのべ20曲のライブパフォーマンスがなされた。チューチュートレーンは11年前のアリアスが、まだ小さかった頃エグザイルのバックダンサーとして、同じ日本武道館でパフォーマンスを行った楽曲で、イベント、心の旋律では、 子供のダンサーらをバックに歌い上げた。ライブ公演中、アリアスは歌唱の他にも、キーボードやドラム、エレキギター、アコースティックギターの生演奏を披露している。この日本武道館での公演は、心の旋律フィール、A Heartbeat Volume 1.5 Live というタイトルで映像作品化され、ブルーレイ、DVD 媒体で2018年3月28日に発売された。 この映像作品には過去のライブイベントでの映像やメイキングなども収められ初回限定版も制作された。本作の発売前にはダブルアンコール中に披露されたフィール、Aheartbeat と公演のダイジェスト映像が YouTube 上で公開された。映像作品のジャケットイラストは富山光雄によって制作された。本映像作品が発売された後、 オリコンの集計によれば2018年4月第2週付けのミュージックブルーレイランキングで4位、ミュージック DVD ランキングで19位をそれぞれ記録し、これらが最高順位となっている。心の旋律フィール、Aheartbeat Volume 1.5ライブに関するカテゴリー。ありがとうございます。